はい、こちら、リボルテック、山口、はい、のですね、ルパン三世、ファーストシーズン、まあ初回やな、第一シーズンのルパン三世なんですよ。ルパンザサードと書いてありますね。これルパン三世、はい、あれやん、一番最初のルパンな、ちょっと劇画調な、これ実はね、これが欲しかったわけじゃないんですよ。あのね、まあ同じ店にこれとこれが売ってたんと、あとある車のプラモデルが売ってまして、車のプラモデルが、そっちの車のプラモデルがまあまあかっこよかって持ってんねんけどね、過去に嫌な思い出があった車のプラモデルやったんで、まあ改めてその車のプラモデルを買って、でこれがもしかしたら乗るかな、まあ大きいんだ、車のプラモデル大きいねんけど、これがもしかしたら乗んのかなっていうのがまず一つで、二つ目がもしかしたらこれ同じ人が、その車のプラモデルと同じ人がそのお店に売りに来たんじゃないかって思わせるようなグッドタイミングな状態やったんですよ、これ。これで、その根拠っていうのがここやね。ルパン三世でも、一番最初のルパン三世になったリボルテック山口やねこれ、うん、だからなんですよ。ということはこのルパン三世に乗せる車もだいたい予測つくでしょ。だいたい予測つくと思うね、うん、あの車やねが売ってて、でしかも大きいサイズのその車があったから、まあ、これもしかしたら乗ったらラッキーやんって、うん、っていうの買いました、これ。で、ちなみに後ろこんな感じなんですけどね。はい。これ。ね。リボルテック山口っていうやつはね、正直、まあ、好きな人と嫌いな人が、まあまあ、いてる。これね。何って言ったら、動きが、すごい動くように見せかけて、実はね、関節が結構独特の動きしかしなかったりすることがあったりとかで、好みが分かれるところではあるんやけど、これ買ってしまいましたのが、これね、普通のルパン三世やったら多分買ってないね。リボルテック山口、僕はまあそんなにめちゃめちゃ詳しいわけじゃないけど、このファーストシリーズの緑ジャケットやから、まあ、これは買ってるって言い方が当たってるのかな、これ。特にやこのポーズがそうやん、この、悪さやな、悪さ構えてる姿なんかは、下に、車の残骸みたいな上に乗っててね、最初の歌の時に売ってるよね、悪さを売ってるとことか、このジャケットとか顔の表情もさやねん、これな。うん、よくできてるで、初代のルパン三世を再現してるのは、ここ書いてあるけどね、テレビ版ファーストシリーズの緑ジャケット姿で再登場って書いてあって、これね、これルパン三世はモンキーパンチ原作のテレビアニメシリーズ、今回商品化のモチーフとなったシリーズはアニメシリーズの原点で1971年10月から放送されました。ルパン三世はもちろん、次元大介、石川五右衛門、峰不二子、ルパン大砲に情熱を燃やす銭形警部など、個性豊かなキャラクターが人気を博しています。って言ってね、これ。これはちょっと、で、これ。箱はちょっと汚いけど、中身に興味があった。これね、この笑ってるところとか、このところがかっこええやんって言って、いうところなんですよ。
実はねこっそりなんですけどね、ルパン三世を最近私結構買ってまして、そこにもねでかいルパン三世のフィギュアがあるんですよ。それもやっぱファーストシリーズを意識したルパン三世があって、チラ見えしてると思うねんけどな、やっぱこうルパン三世はやっぱり初代やなが一番面白い。これはい、え開けてみる、いやいやちょっと待ってや、開けてみる、ちょっと待ってや、これ実はねちょっと笑うような笑うようなねもう笑ってるけど、買う時にねうっせえんって言っても、もうしょうもないこと言うなよとかっていうような仕様やったんですよ、これ実は。ちょっと待って、こんな感じです、中身これね、はい、顔パーツ、笑ってる顔が初代のルパンやで、こう手首パーツね、手のとこに毛がちょっともじゃもじゃって毛があるのがファーストシーズンのルパン。これあれ裏はどうなってんやろ、ああセロテープで止まってるから開けてないんやな、まだこんな感じです。でもう先に言うとったけどね、もうしょうもないね、しょうもないこと言って値段釣り上げんのやめとけよって先に言っとくわ笑わせんで、これここにねサンプルって書いてあるんだよ、ほらこれサンプルって書いてるから、おそらくね見本用のものやっていうことを店が言うねやんか、このサンプルっていう字を見て、違う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 って言って、これほんまに商品サンプルでお店にねリボルテックのフレンドシップ店に配るんやったら、こんな汚い字でサンプルって書けへんでって言って店でこう打ち合いやん打ち合いになってんけど、もう最適にはもうしゃあないからもろたるけどやなみたいな感じやってんけど、ここ見てほらバーコードのとこにねセロテープ貼ってやんね、違うって、サンプルやったらここにバーコードのとこに白いテープかなんか貼って、見本やったら見本用とかサンプルってそこに書いてんねやんて、なんでお前上に書いてる汚いマジックで書いたサンプルって書いてるからこれは見本用やねんとかって突っ込んでで高いお金投資がもうあかんあかんあかんとか言って、もう俺が値段決めてあるからとかって言って買ってきたのがこれです。はい、なんかちょっと開けてみる、あっかな、リボルテックがバーンって飛ぶからな、けどまあちょっと次の時にしようか。これねルパン三世のジャケット、ルパン三世はジャケットで、そのあれが決まんねんけど、やっぱりルパンは何色かって言われたらやっぱり緑やな、緑、パイロット版やったかな、パイロット版のルパン三世は赤色のジャケットあったんやけどな、赤ジャケット、でセカンドシーズンからは何色やったかな、ちょっと待ってや、今ここにないな、探すのもめんどくさいけどな、ルパン三世はジャケットの色で決まんねんけどな、ちょっと待って今できる限り見るわ、ないな、しまったな、ここに一番初期のやつしかないねん、だから、緑ジャケットに黄色のルパンしか見えへんな、この辺やったら、あそこにあるかもな、開けもいいか、めんどくさいから、めんどくさい、そんねんこれ、これはいけてんで、もう何飾るだけやったらこの真ん中の笑った顔でもいいし、ここやな、ちょっと真面目な顔のかっこいいけど、手首やっぱこの悪さも P38 持ってる手がいいね、これちょうどだからリボルテックでいう関節部分やな、特に足裏なんかの関節は、この足裏の関節はねうまくこのリボルテックの関節をそのまま使ってるような、むき出しで、これはうまいなと思ったわ、使い方が。
で、あとここやな、あとこの辺のところとかね、走ってるところとかポーズ取るときが分かりやすい、これが一番いいかな。手錠をはめてワルサー構えてるところが、ちょっと勝ってもいいかなって思わせてくれるような時代なところです。はい、これはちなみにね、サンプル版ではないと思います。あんな汚い字でサンプルって書くやつどこにおんねんで、ほんまにっていう、そんなとこですか。はい。